ボシャボシャおざっす。今日はですね、 KRM の6番黒松の6番持ってきましたよ。こちらです。どどん。入りきらないな。ちょっとこれもね、錦松です。昨日も錦松、今日も錦松、うちには2本の錦松があって、2本ともミニのサイズで作ってるんですけど、幹肌こんな感じで、あれあれでめちゃくちゃかっこいい。で、錦松のミニのサイズってあんま見ないんでね、結構貴重なこのサイズ感でずっと作っていきたい一本です。上から見るとこんな感じで、当初 KRM の5番過去の動画見ていただきたいんですけど、買った当初に比べるとかなり枝数が増えてます。なかなかの増え方ですね。すごいモフモフになってきた。すごいな。今年もしっかり芽切りして、しっかりとまたね、芽数を増やしていければなと思っております。どうしようかな、長く残すやつ置いとくかな。いいか。前枝伸ばすか。前枝残すのもありだな。こいつね、左右はしっかりと枝振られてるんですけど、前後の枝振りが甘いんですよね。だから前後ちょっと残してもいいかもしれないですね。前と後ろ残し気味もありっちゃあり。ちょっとその辺意識して残すとこは残す、目切りせず先端だけ落とすとかね、意識して目切りやっていきたいなと思います。中の方枯れ葉いっぱいあるんで、さっさと目切りして中の方掃除しつつ、ハスカシもやっていきましょう。こいつ先端落としにしようかな。じゃあよっ、いいね。で、他のところはしっかりと落とす。切りしていきましょう。ハサミがね、若干太いんですよね。これ何センチあるんだろうな、このハサミ。ミニの黒松の目切りをしようと思ったら、このサイズ感だとちょっとでかい。21センチぐらいありますね。210ミリ。ここも結構分厚いんで、こう太いなって思いながら、こうハサミ毎回入れることになります。昨日これでやったんだよな、葉付けのピンセット。今日もちょっと葉付けのピンセット挑戦してみようかと思いますが、いけるかな。若干ね、力不足なんですよね。こういう太いのあると切れない。まあ切れなくはないけど、ちょっとスライドさせる意識がないと飛んでった。普通に握っただけじゃスッと切れないんで、ちょっとコツがいる感じかな。軽くこうスライドさせるイメージ。よっ。まあ切れなくはない。ただこの小さいサイズの方がね、奥まで入れやすいんですよね。切れなくはないけど、こっちの方が取り回しがしやすいから、ハサミよりはこっちかなという気がしますね。切りにくいけど切れなくはないんで、こういう感じ。
いやー、目数が多いな。これ残しだな。よ、残すとこは残して行きましょうか。追い込むとこは追い込んで、しっかりね、ボディに近いところに目を吹かせようと思います。やっぱ好みは、盆栽の形に好みはいろいろあるんですけど、僕はね、塊感のある盆栽が好きなんですよ。塊感、こうギュッとこうグググググってこう凝縮した感じ、小さく小さく凝縮して、そこに枝が詰まって葉が詰まってこう塊になってるような塊感のある盆栽が好きで、もうちょっとなんていうんだろう、空間優美というか余裕のあるね、盆栽が好きっていう方もいらっしゃるんですけど、まあ、そこは完全に好みですよね。で、ある程度こう目指す樹形っていうものを持ってないと、どう作っていいか分かんなくなっちゃうんで、自分の中でね、こういう盆栽作るんだっていう、ね、ある程度の指針っていうものを持ってやってます。それがないとマジでブレブレな盆栽愛好家になっちゃう。あの人の作る盆栽ってこんなの多いよねっていうところまで持っていきたい。長峰さんが作ってる盆栽ってこういう感じだよね、長峰さんっぽいねみたいな、盆栽ボッサっぽいねっていうのを目指してやっていきたい。なんか木を見るだけで、ああ絶対あの人のだって言われるぐらい、そのレベルを目指してね、やっていきたいなと思ってます。よし、じゃあざっと見切りやっちゃいましょうか。全体的に目をバッチバチ飛ばしていきます。はい、ざっくり落とし終わりました。すっきりした。まだねちょっと残ってるところはありますが、まあ、あえて残してるところもあるし、こことかあとここもそうだし、あえて残してるところもあるし、切り残してるところもあるっていう感じですね。であとは中の掃除しつつ、ハスカシやっていきたいなと思います。ハスカシはまあ、樹勢調整に有効なものなんで、しっかりとね、樹勢の強いところは多めにハスカシ、一目につき大体3対残し、3対6本残しとか、あとは弱いところは多めに残す、少なめにハスカシ、葉を多めに残す、ごつい残しとか、そんな感じで樹勢が2番目の樹勢が均等になるように、意識しながらしっかりとハスカシ&枯葉掃除ですね、いっぱいあるんで枯葉掃除しつつ、ハスカシしつつ、中の風通しよくして光当たるようにしていきたいなと思います。じゃあ全体的にざっとやっちゃいますか。
はい、恥ずかし完了しました。こんな感じですね。うん、だいぶスカスカになったんじゃないでしょうか。でね、恥ずかししてる時に気づいたんですけど、針金がねだいぶ食い込んでて、針金巻いてあった箇所すべて急遽外しました。まだ枯れ葉いるな。あんだけ取ったのにまだ奥の方には枯れ葉が潜んでる。まあ見つけ次第除去っていう感じでね。もう緑のポツポツが全部芽を切った後ですね。この量芽を落としてます、新芽を。いやすごいな。で裏から見るとこうで、ちょっとこの枝引き下げたいなとか、あとこの枝ちょっと下げすぎなんでちょっと上げたいなとか、ちょっとね微調整したいところが多々あるんですよ。ちょっと全体的にこの枝も下げたいんですよ。この枝下がればな、これか、違うこいつだな。この枝下がればだいぶバランスが良くなるんで、ぐっと下げたりとかして、後ろからの見た目もねちょっと整えたいですね。前から見てもちょっとなんかバランスがおかしいんで、ちょっとずつね、ちょっとずついじっていきたいなと思います。で全体的に左の方が葉が多いですね。左の方が枝数が多いのかな、単純に。右の方はかなり減っちゃったんで、まあ2番目の出方に期待か。この辺ハスカシが甘いのかなのかもしれない。まあ追加でね、後でちょいちょいとやっときます。はい、が一旦今日はここまでにしたいなと思います。途中でね皮ベリーって落ちたんですよね。これショックだったわ。せっかくここまでついてたのに、この部分についてた皮がベリー落ちて、うわー、ボディが急にほっそりしちゃった。まあしょうがないですね、取れた分はしょうがないんで気を取り直して、まあ錦松だからまたあれあれになってくれるんじゃないかなと思います。よし、いい感じ。これに2番目が出てきたらね、また良くなってくると思うんで、しっかりと作っていきましょう。これ前枝残したんで、こう下げてね、前をしっかりと作っていきたいなと思います。こういう感じで OK。 じゃあそんな感じで本日の作業は以上です。